久保さん、おはようございます。今回、開けるにしましょうか。開くっていう。うん。僕は世界が開けましたね。新しい世界がね。インターネットを17年やってきて、まあ、それでね、収益。まあ、昔は会社の売り上げを上げるっていうことが目的というか、まあ、それをやらないといけなかったので、やってましたけど、今の目的向かってるところっていうのは、自分の、 人生を生をきる自分を生きるっていうところにシフトした結果新しい全く新しい世界がね開けてこの世界いいなっていうね <laughs> やっぱねどうしても会社に入ってると結局やっぱね会社のために頑張んないとダメなんですよ組織のためにうんまあねこれはもう久保さんと僕はここは意思疎通するんですけど やっぱ会社やって従業員雇ってると従業員のために売り上,上げ上げないといけないんですよ。給料払わないといけないから、うん。まあ従業員の生活、従業員の人生を責任取らないといけないですから。まああとね、あの保険とかもあるんですよね。会社が負担しないといけない。そう。まあ保険入れてない会社もあるとは思いますけど。 社保入れるとね、またそれはそれで会社負担大きくなるしっていう。うん。でもまあ自分のためにこう生きるっていうところにシフトして、僕は良かったなと思うのが、今僕のスタイルっていうのはね、あ,あれなんですよね。まあ、久保さんが言うとおり、やっぱサポートの限界はあるので、有名にならないってことですね。まあ動画の本数はたくさんまあアップするんだけども、有名にならないと。 まあ逆に言うと動画の本数もスパム的にアップして、あの1本あたりの再生数を落とすっていうねうん。っていう、実はそういう戦略もあったりするんですよね。動画を大量にアップすることによって、再生数を下げるっていう <laughs>。まあ、あの離れていくじゃないですか。なんだこいつは、頭狂ってんなみたいな感じで離れていくんで。そ,うそれも狙いっちゃ狙いなんですよね。だ4月ね、一気に500本、中盤ですかね。 あの来週商品販売し終わったらもう500本ぐらい溜まってるんで限定公開の動画がそれ一気に保湿して、まあ、チャンネル登録また減ると思うんですけどでも最近ねなんかね減らなくなってきたっていうかね前はね30人とか40人一気に減ったんですけど最近はね <laughs> あれ減らねえぞみたいなねそうまあでもね500本ぐらい一気に一般公開するとゼロ再生の動画も出てくるんで、まあ、見切れないじゃないですか うん、まあまあこのスタイルいいなと思うんですよね。うん。であとね、有名にならないと叩かれないんですよね。うん。有名にならないと叩かれないっていうね <laughs>。叩くメリットがないんですよ。うん。だ有名人を叩くっていうのはメリットがあるから叩いてる人が多いんですね。要はアクセスが稼げるってことなんですよね。で、僕を叩いてもアクセス稼げないんでメリットないんですよね。 で僕は有名になっちゃうと叩くメリットがあるんで叩かれるかもしれないですけどまああんま叩かれないですよ僕ね、<laughs> 有名じゃないから <laughs> でこれもねメリットが有名にならないメリットですね与沢さんみたいに有名になっちゃうとあのヒカルくんとか青白王子みたいに有名になっちゃうといろいろあると思いますしね賛否両論がうんそうだ今のスタイルがね僕はしっくりきますね うん、で、で、濃い人だけ残るので、その濃い人だけをサポートすればいいし、濃い人だけに商品売ればいいしって話で、今のスタイルがね、やっぱ一番僕はいいっすね。うん、本当に。うん。だからまあこのスタイルでずっといこうかなと思いますけど。うん。そう。でもね、せっかく YouTube やってるんで、10万人はちょっと行きたいなっていうのはありますけど、 でも60、70になって10万人行ったら、まあそれはそれで20年かけて10万人行きましたっても面白いですよね、うん。それはそれでいいかなとは思いますけどね。でも今は別に僕はなんだろうな、うん。ずっとコンテンツビジネスやっていきますんで。僕と久保さんがやっぱ違うところは僕はね、本をやっぱ出したっていうね、書店に自分の本が並んだっていうのがやっぱあって。うん なんか人生普通に生きてたらね僕が本を出すっていうのはなかったと思うんで、うん、なんか感動しましたからね全然勉強したことなかったしこんな人生もあるんだなみたいな <laughs>、うん、あれは感動というか感動を超えて違和感というか人生って何があるか分かんねえなっていうのはすごく思いましたね で、いまだにね、もう本を出版して、もう6年ぐらいですか ?6 年そう、6年ぐらい経つんですよ。で、昨日か一昨日もまたなんか買っていただいた方いらっしゃるんですけど、いまだに僕ずっと売れ,売れてるんですよ、あれ。さ <laughs> あの、中古本がね、ぐる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 回ってるんですけど、だから世の中に中古本がなくならない限り売れんじゃないかなと思うんですけど、<laughs> そう、アマゾンのね、 アマゾンでもね、ね値が下がんないですよね。これいつまで値が下がんねえのかなみたいな <laughs>、まあ。希少価値もあるんで。今いくらだいやこれすごいっすね。本当に。値がいまだに下がんないんで。はい、中古本が今2600円から出てますね。2000、一番安いので2693円っすか。 一番安いので。これでも定価は2000円ですから。で、新品は4000円ぐらいから出てますね。4300円。あ、2倍ぐらいで出てますよ。うん。一番高いので、なんか8000円もありますね。8000円。8000円もあるな。すげえな。中古で8000円で出してる人もいますね。で、新品だと6000円。<laughs> 中古の方が高いじゃん、みたいな。<laughs> ありがたいですね。なんか、 うーん例えば、青汁王子のやつ、なんだっけな。時を稼ぐか。時を稼ぐ。これ、中古も出てるのかな。中古。あ時を稼ぐ、中古本、1050円ですね。1050円で出てますね。青汁王子の時を稼ぐより高いですよ <laughs>。ありがたいですね、これね。うーん ありが与沢津葉さんの与沢津さんの本与沢さんなんだっけあぶち抜くちあお金の心理が一番新しいかなお金の心理が一番新しいですよね多分ねこれいくらになってんだお金の心理 お金の心理、中古本160円から出てますね。これ買おうかな ?160 円から。これ買ってないですよね、僕ね。160円でありますね、今。うーん。ちょっとこれ注文しときます。お金の心理。160円から出てる。<laughs> 安いので。でも配送料が350円だな。まあ、そう言っても、まあ、500円ぐらいか。で買えますね。 ちょっとお金の心理500円で買えるんで、ちょっと買おうかな。<laughs> ありがたいですね。うん。だから、その有名になって、部数、まあ、こうやって部数がね、いっぱい出ると出回りますから、僕の本って3000部までなんですよ。初版の3000部数って終わりなんで、増版もないし、これからも全く出ることもないですし。う まあ今後ね、どうな、どうなんだ僕の人生の中でもう一回その出版会社からオファーをもらえるっていうことはあんのかな多分ないでしょうね。わかんないな。まあ最後、ワンチャンもう一回あるかもしれないですね。続けてれば。<laughs> 続けてればワンチャンもう一回あるかもしれないですね。うん。そう。うん。だから今のスタイルがね、ほんと僕はいいですね。 やっぱ自分を生きるっていう、ね、一回ねそのあの,あのレベゼン地球さんかレベゼン地球さんが青汁王子と対談してる時にこんなこと言ってたんですけどファンはすごく大切に思ってるしファンのことはすごくありがたい感謝してるけれども別に僕はファンのために生きてないとこれがね結構ね僕は確かになって納得するというかもうそうだよなと。 まあそううだよねっていう、うん、僕もお客さんのために行きたくないので自分のために生きるとサポートはするけどそれはもうそれも自分のためだし自分のビジネスをあの安定的にビジネスやっていく上でサポートする人とサポートしない人どっちの商品買いますかサポートする人の方から僕は買いたいですし、うん、メール投げても全く返ってこないそんな人から商品また買おうと思わないし サポートするしそれは自分のビジネスをずっとやっていくためですね、うんうあ。自分のためにやるっていう、別にお客さんのためにやってるわけじゃなくて。うん、で、それが自分のために、お客さんの捉え方が僕のためにワンツー動画撮ってくれてありがとうございますってなればそれはそれでいいし。それはラッキーですラッキー、ただラッキーって言うね。<laughs> そう思ってくれるんだったらラッキーで、ただ僕は自分のためにやってますと。うん お客さんがそう捉えてくれるんだったらそれはラッキーであると、うん。まあこれからも自分のためだけにやりますけどね。ほ <laughs>、うんでに。そうするとね、なんかね、開けると思いますけどね。今までやっぱね、そのもう100%自分のために生きるっていう生き方ってあんましてないと思うんですよ。そもそも会社で働いてたら100%は自分のためっていうのは無理だと思うんですよ。周りの上司,上司もいるし、部下もいるし。 同僚もいるし、社長もいるし、自分のために働く。無理ですね。多分クビですね、そしたら。会社のために何か捧げないと、あの、会社では生き残っていけないと思いますよ。うん、組織で動いてんだから。うん。そう、何かを犠牲にしないといけないので、僕は今ね、犠牲はね、あんまないんじゃないかなと思いますね僕の中で。うん。 なんか久保さんとのこの動画のやりとりももう趣味みたいなもんなんで暇だし、うん、多分ね久保さんも思ってると思うんですけどこのやりとりなくなったら結構ね多分心に穴が開くんじゃないかなぐらい <laughs> なんかもう習慣化なってるし当たり前だしなんか逆に言うとあ久保さんまた帰ってきたなみたいなそのなんだろうな安心感あるし、うん、まあ久保さんしか多分このやりとりはできないんだけどもなんかもう 日々毎日見てるんでもう100%見てる動画って久保さんの動画なんで僕は、まあ、久保さんも逆ですけど、うん、これはなんか老後の楽しみでもありますよねなんか老後年取って2人でどんどん年取って,て、ね、やってますねみたいなねだから世間話なんですよ何だろうな他の人から見るとね動画大量に撮ってるみたいな思うかもしれないですけどこれはなんか久保さんと僕の世間話なんですよ で、世間話って、友達との世間話とか、なんか友達と話すって別になんかすごいことですかって話で。全然すごいことでじゃなくないですかどうですか友達と世間話するしてるだけですよ、これ。単純に <laughs>。ほんとそれだけです。で、単純になんか無理やりテーマ決めて、なんかおこたおこたしってるだけで。<laughs> うん。だからまあ、いい健康ですよね。世間話するみたいな。 話すっていうのは健康にいいんでね、うんはい、いろいろ話しましたけどいってらっしゃい